靖国神社発行英霊の琴の葉より伊予島栗林兵団長より大本営宛て最後の電報陸軍大将栗林忠道こと昭和20年3月17日伊予島にて玉砕長野県出身戦局ついに最後の関東に直面せり17日夜半を期し召喚自ら陣頭に立ち広告の必勝と安泰を祈念しつつ全員壮烈なる総攻撃を敢行す敵来航以来想像に余る物量的優勢をもって空海陸寄りする敵の攻撃に対しよく検討を続けたるは小職のいささか自ら喜びとするところにして部下将兵はまさに鬼神をも泣かしむるものありしかれども、必要なる敵の猛攻に、将兵相次いで倒れ、ために、御期待に反し、この用地を敵主に委ねるのやむなきに至れるは、誠に恐怖に耐えず、幾重にもお詫び申し上ぐ。特に、本島を奪還せざる限り、高度永遠に安らかざるを思い、たとえコンパクトなるも、誓って皇軍の剣道長来の書いたらんことを期す。今や弾丸付き、水、枯れ、戦い残れる者、全員、いよいよ最後の関東を行わんとするにあたり、熟々、高温の片付けなさを思い、粉骨再心、また、くゆるところあらず、ここに、とこしえに、お別れ申し上ぐ。国のため、重き務めを果たしえで、矢玉突き果て、散るぞ悲しき。昭和20年、3月17日。